マーシャルヘルフ・アップル・ホワイト・ジュニアは、アメリカ合衆国の新宗教、ヘブンズ・ゲートの教祖で、1997年に、ヘブンズ・ゲートの信者39人と共に、集団自殺を決行したことで知られている。銅のほか、ギニア、ティドリー、そしてニンコムといった別名で呼ばれたほか、単に男性代名詞で呼ばれることもあった。テキサス州出身のアップル・ホワイトは、いくつかの大学に通い、 若い頃にはアメリカ陸軍に在籍していたこともある。オースティンカレッジ卒業後、アラバマ大学で音楽を教えていた。後にテキサス州へと戻り、合唱隊を率い、ヒューストンのセントトーマス大学音楽学部教授となった。1970年にアップルホワイトは感情的な騒乱によって大学を去っている。翌年、父を亡くしたことにより、うつ病を発症する。 1972年に看護婦のボニー・ネトルズと親しくなった。アップル・ホワイトは彼女と共に神秘主義について延々と語り合い、彼ら二人が神の使わした使者であると結論付けた。その後、書店や教育センターを経営していたが、いずれも短期間に終わっている。1973年には、自らの思想を広めるべくアメリカ合衆国中を巡る旅を始めたが、 わずか一人の信者しか得られなかった。1975年、アップルホワイトはレンタカーを返却しなかったことから逮捕され、6ヶ月間服役した。この服役中、アップルホワイトは彼の進学をさらに発展させた。アップルホワイトが釈放された後、彼はネトルズと共にカリフォルニア州とオレゴン州を旅し、ついには彼らの思想に賛同する信者を増やすことができた。 アップルホワイトとネトルズは信者たちに対して新しい体を与える地球外生命体がやってくると説いた。アップルホワイトは当初信者やアップルホワイトは物理的に宇宙船に乗り込みそこで新たな体に作り変えられると述べていたが後年になると彼らの体は単なる魂の入れ物に過ぎず新たな体に魂が乗り移ると解くようになった。この思想は キリスト教習末論、ニューエイジ運動、そしてアメリカの大衆文化を下敷きにした言葉で表現された。1970年代後半になると、この教団への献金も増加するようになり、家賃やその他の支出の支払いに充てられた。1985年、ネトルズが死去したことで、アップルホワイトはひどく落胆し、物理的に宇宙へと昇天するという彼の思想に、 挑戦するようになった1990年代初頭には、この教団は彼らの進学をさらに宣伝するようになった。1996年、彼らはヘールボップ彗星の到来と、それに宇宙船が付随して到来するという流言を知った。そして、その宇宙船は彼らの魂を別の星へと向かう旅のための船であると結論付けた。 彼らの魂はその宇宙船へと上り、新たな体が与えられると信じた彼らは、施設の中で集団自殺を行った。彼らの遺体が発見された際、報道合戦が巻き起こり、ほどなくしてコメンテーターや学者たちの間でアップルホワイトが信者たちにどうやって自殺を含む自身の命令に従わせたのかについて議論が行われた。コメンテーターの一部は、 信者たちが自殺することに同意した理由を捜査者としてのアップルホワイトの能力に帰するとしたが、その他はアップルホワイトが作り上げた説話に対する信心が原因であると論じた。マーシャルヘルフ・アップルホワイト・ジュニアは1931年5月17日にテキサス・シュースパーで父マーシャルヘルフ・アップルホワイト・シニアと母ルイーズ・アップルホワイトの間に生まれた。 彼には三人の兄弟がいた。長老派協会協約者の息子として、アップルホワイトは非常に信心深い子供となった。アップルホワイトはコープスクリスティ高等学校とオースティンカレッジに通った。大学では彼はいくつかの学生団体で活動し、適度に信心深い学生であった。1952年に哲学学士を取得し、その後、 協約者になることを望み、連合長老派神学校に進学して、進学を学んでいた。この頃、彼はアンピアースと結婚し、後にマークとレーンという二人の子供を設けた。神学校で学び始めて間もなく、アップルホワイトは音楽の道に進むために神学校を辞めることに決め、ノースカロライナ州の長老派協会の音楽監督となった。彼は、 バリトンの歌い手でもあり、加えて、レーカや、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルを歌っていた。1954年に、彼は、アメリカ陸軍に徴兵され、オーストリアとニューメキシコ州の陸軍信号隊に勤務していた。1956年にアップル・ホワイトは陸軍を除隊し、コロラド大学で音楽修士号を取得した。この頃、アップル・ホワイトは、ミュージカルに注力していた。 アップルホワイトはコロラドでの学業を終えた後、ニューヨークへと引っ越しプロ歌手としての活動を開始するが、成功することはなかった。その後、アラバマ大学で教職に就いた。しかし、男子学生と性的な関係を持ったことを追求され、アップルホワイトはその職を追われている。彼の宗教的教育は同性愛関係を許容するものではなかったし、彼はその後、 自身の性的欲求に悩まされることになった。アップルホワイトの妻が1965年にこのことを知ったため別居することとなり、3年の別居生活の後、アップルホワイトは離婚した。アラバマ大学を退職した後、1965年にアップルホワイトはテキサス州ヒューストンへと引っ越し、同地のセントトーマス大学で教職に就いた。彼の学生たちは、 アップルホワイトのことを魅力的な雄弁家、またはおしゃれな人物であると考えていた。そして、アップルホワイトは音楽学部の教授に就任している。加えて、地域では人気のある歌手となっており、米国成功会の合唱隊の監督にも任命され、ヒューストングランドオペラで講演も行っている。テキサス州では、彼は手短に言えば、芸を公言した人物だったが、 若い女性との関係を元をともしていた。しかし、彼女は家族からのプレッシャーにさらされ、アップルホワイトの元を去ってしまい、アップルホワイトをひどく動揺させた。1970年にアップルホワイトは意欲の低下や、その他の感情的問題からセントトーマス大学を辞任した。アップルホワイトの団体を研究している社会学者であるロバート・バルチとデイビッド・テイラーは、 この辞任はアップルホワイトと学生との間に起こった別の問題に起因していると推測している。後に大学学長はアップルホワイトはしばしば精神的に不安定になり、加えて彼の辞任前には組織を乱すような行動を取るようになっていたと回想している。1971年の短期間、アップルホワイトはニューメキシコ州に引っ越し、 そこでデリカ鉄線を経営した。彼は客の間で人気者となったが、その年の暮れにはテキサス州に戻ることを決めた。この間にアップルホワイトの父が亡くなり、アップルホワイトは目に見えて活力を失い、深刻な鬱病に罹患している。アップルホワイトの借金は膨れ上がり、友人にも金を無心しなければならない状況となっていた。1972年、 アップルホワイトは新知学や聖書の予言に興味を持つ看護婦であるボニー・ネトルズに出会った。彼らはすぐに親しい友人となった。アップルホワイトが回想した際には彼は彼女とかなり前から知り合いであり、前世でも知り合いであったと結論付けた。ネトルズはアップルホワイトに自分たちが出会ったのは地球外生命体によって予言されていたものだと語り、 彼に神から職位が与えられていると主張した。その時までに先生術を含む伝統的キリスト教教義の代替について調査を始めた。彼はまた様々な視点を獲得し、その中には彼がイエスキリストのような役割に選ばれたというものも含まれていた。2005年のアップルホワイトのプロファイルにおいて、プロファイルの作成者スーザン・レインはこの時期、 統合失調症を発症していたと推測している。アップルホワイトは、ほどなくしてネトルズと共に生活し始めた。彼らは同性していたものの、そこに性的関係はなく、アップルホワイトが長年望んだ深く、特にプラトニックな関係による愛を満たすことになった。ネトルズはすでに結婚しており、子供も二人いたが、後にアップルホワイトと親密になったことから、 結局ネトルズは離婚することになり、子供の親権も失っている。アップルホワイトも同様に家族とのつながりをすべて立っている。彼はネトルズのことをソウルメイトであると考えており、彼の知人数人は後に彼女はアップルホワイトに強い影響を与えていたと回想している。 レインはネトルズはアップルホワイトの湧き出てくる妄想的信念を増強する原因であったと書いているが、精神科医であるロバート・ジェイ・リフトンはネトルズの影響はアップルホワイトのさらなる精神状態の悪化を回避させたと推測している。アップルホワイトとネトルズはザクリスチャンアーツセンターとして知られる書店を開店した。この店は様々な精神的背景から選ばれた本が、 陳列されていた。彼らはさらにノープレイスとして知られるベンチャーを指導させた。このベンチャーは神秘主義や神知学について教える教室であった。しかし、これらの事業は短期間で廃業となっている。1973年2月、彼らは自身の思想を広めるためにアメリカ合衆国南西部からアメリカ合衆国西部を旅行することを決意した。リフトンは、 彼らの旅行について、落ち着かず、激しく、しばしば途方に暮れた、歩き回る霊的な旅であったと述べている。旅行であるにもかかわらず、彼らは、少学の金銭しか持っておらず、必要な多額の支払いのために、時折、売却をしたり、短期労働に従事していた。彼らは、ロールパンのみで生活したり、しばしば、野宿をしたり、時には宿泊費を踏み倒したりしていた。 ヒューストンの彼らの友人の一人は彼らと文通しており彼らの教えを受け入れることに同意した。アップルホワイトらは1974年5月に彼女を訪問しており彼らの最初の信者となった。この旅行の間アップルホワイトとネトルズはアシジのフランチェスコの生涯について実行しヘレナ・ピー・ブラバツキー、ロナルド・ディ・レイン、リチャード・バックといった 様々な作者の著作を読んだ。彼らは、禁帝約聖書を保有しており、また、新約聖書のいくつかの章を研究した。特に、キリスト論や、禁欲主義、キリスト教習末論に関する教えに注力していた。アップル・ホワイトは、ロバート・ A ・ハインラインや、アーサー・ C ・クラークの著作を含む、サイエンス・フィクション作品も読んでいた。1974年6月までに、 アップルホワイトとネトルズの心情は必要最小限の概要に固まった。彼らは自身たちが聖書の予言を履行するために選ばれたのであり、加えて自分たちが他の人間と比べて高レベルの魂を与えられたのだと結論づけた。彼らはパンフレットにテキサス人としてのイエスの生まれ変わりがアップルホワイトであるとぼかされながらも言及されていた。その上、 彼らは自身たちがヨハネの目視録で言及されている二人の証人であると結んでおり、時折、教会や別の霊的グループを訪れ、自身の協議を語っていた。その際には、しばしば彼ら自身をザ・トゥー、またはザ・ユー・フォー・トゥーであるとしていた。彼らは自分たちが将来殺され、人生を復興させる別の観点から言うと、宇宙船に移されると信じていた。 この出来事を彼らは実証と述べており、彼らの主張を証明するためのものであった。この考えは、ほとんど受け入れられることはなく、彼らをうろたいさせた。1974年8月、アップルホワイトは、テキサス州ハーリン人で逮捕された。これは、ミズーリ州で借りた車を返さなかったことが、原因であった。アップルホワイトは、ミズーリ州セントルイスに移送され、 6ヶ月間服役した。この時、彼は神から権限を与えられ車を返さなかったと主張した。服役中、彼は新地学を実行し、その後には地球外生命体と進化について賛同しオカルトな事象について議論することを放棄した。アップルホワイトの釈放後、ネトルズと彼は地球外生命体とコンタクトを取ることを決意し、同志たちを探した。 彼らは集会の広告を発行し、その集会では彼らがクルーと呼ぶ門弟の勧誘を行った。この集会の際には彼らが地球外の天体、ザ・ネクストレベルの生命体の代理であると主張した。その生命体は実験の参加者を探しているとされた。彼らは実験に参加することに同意した人はさらに高レベルに進化した生物になることができると主張した。 ネトルズとアップルホワイトは自分たちのことをギニアやピックと称した。アップルホワイトは彼の役目を実験室の指導者であると述べ第一の議長とされたが、一方でネトルズは時折発言や修正を差し挟むことがあった。二人は参加者に個人的に話しかけることは滅多になく、電話で彼らにコンタクトを取るための電話番号を伝える程度であった。 彼らは当初この団体をアノニマスセクシャホリックスセリベートチャーチと名付けていたがすぐにヒューマンインディビデュアルメタモルフォシスとして知られるようになった。アップルホワイトは古代宇宙飛行施設に基づく新知学を進行していた。その中では過去に地球外生命体が人類を訪れており地球に人類を配置し選ばれた。 少数の人類を確保しに来るだろうとされていた。この教えは改革派キリスト教における無条件選挙の考え方との類似性がある。これはアップルホワイトの長老派協会の教養に禁するものであるとされた。彼はしばしばスタートレックから引用されたフレーズを使って地球外生命体に関する議論を行い、 宇宙人はこのテレビドラマを通して彼とコミュニケーションを取っていると述べた。アップルホワイトとネトルズはカリフォルニア州の団体に送付し、1975年4月にはニューエイジ経営者たちに対して演説するために集会にも招待された。この集会でアップルホワイトらは50人の参加者のおよそ半数に彼らの信者になるように布教活動を行った。さらに、 大学のキャンパスでの布教に力を入れており、8月にはカリフォルニア州レッドウッドシティのカニャダカレッジで布教を行っている。1975年9月にオレゴン州で行われた集会ではメディア放送から興味をそそられた人々がいたことで、さらなる人員の獲得に成功した。約30人の人々が家を捨て、彼らに付き従うようになった。その報道自体は、 ネガティブなものであった。コメンテーターや元信者たちは、この教団をあざけ笑い、アップルホワイトとネトルズに対して、洗脳の告発を浴びせた。バルチとテイラーは、アップルホワイトとネトルズは、圧力戦術を避け、身を捧げた信者たちのみを探していたと述べている。新宗教の研究者であるベンジャミン・イーゼラーは、アップルホワイトとネトルズの説教は、 個々の成長を通した解放に焦点が当てられていたと述べており、ニューエイジ運動の時代の風潮に類似しているとみなしている。同様に個人の選択の重要性もまた強調されていた。アップル・ホワイトとネトルズは、ニューエイジ運動を人間の創造物とみなし、自身らとのつながりを否定した。社会学者であり、カルトの研究を行っているヤーニャ・ラリックは、 彼らの人員の獲得の成功は、彼らの思想とありがちなニューエイジの教え方から、逸脱した手法との接中に帰するとしている。その手法では、慣れ親しんだ言語を保ちながら、文面上の宇宙船について議論していた。彼らの門弟の大部分は若く、オカルティズムに興味を持っていたり、そうでなければ、社会の主流から外れた生活を送っていた者たちであった。 彼らは様々な信仰的背景を持つ者たちで構成されており、中にはアジアの宗教やサイエントロジーを背景にしていた者もいた。多くの者がニューエイジの教えを叩き込まれており、アップルホワイトとネトルズが簡単に彼らの思想を変えることを可能としていた。アップルホワイトは彼の信者たちはまるでイモムシが蝶になるかのように、 生命体の中でも高いレベルへと達しつつあると考えていた。この例は初期の文献の大多数から使用されている。アップル・ホワイトはこれを異なった種族への生物学的変化であり、世俗的な自然主義に即した科学的真実として彼の教えを広めていると強く主張している。彼は初期からの信者たちに彼は比喩的な物言いをしないことを強調しており、しばしば、 生物学や科学という単語を生命の中で使っている。1970年代半ばまで彼は自分たちのことを科学に対して軽うとみなしていた宗教であるとされることを否定しようと試みていた。彼は宗教を非科学的であると否定する一方、しばしば彼らを進化させる宇宙人の能力のためには信仰が必要であるとも説いていた。ヨハネの目視録の一場面。 アップル・ホワイトは人類と地球外生命体との開口の場面であると信じていた1975年までアップル・ホワイトとネトルズはそれぞれ某ピープという名前を使用していた彼らは70人ほどの信者を獲得し彼らを群れを指揮する指導者であるとみなしていたアップル・ホワイトは地球上の欲望からの完全な分離は次のレベルへの昇天の前提条件であると信じて おり、新約聖書においてイエスが世俗的な愛着を捨て去ることについて語っている一節を強調していた。信者たちは家族や友人、種類、頭髪、財産、性欲など様々な事物を放棄するように指導された。その上、彼らは聖書の名前を受け入れることを求められていた。アップルホワイトとネトルズは短期間の間に 彼らに二音節の名前を受け入れるように語った。これらの名前は、オディで終わる名前であり、かつ最初の音節に三つのシーンを持つ名前であった。この例として、カディ、ジャマディ、ルバディなどが挙げられる。アップルホワイトは、これらの名前が、彼の信者たちが霊的な子供たちであると、強調していると述べている。アップルホワイトとネトルズ、彼らの信者たちは、宗教学者、 ジェームズ・アール・ルイスに、純遊牧生活、クワジ、ノマディック・ライフスタイルと言及されたような生活をしていた。彼らは、通常は、人里離れたキャンプ場に滞在しており、彼らの思想について話すこともなかった。アップル・ホワイトとネトルズは、1975年4月を、最後に、公の集会を終わらせた。そして、回収者たちに、 彼らの教義を教えにもほとんど時間を使わなかった。指導者たちは分散している信者たちに連絡を取ることはほとんどなく彼らの多くが忠誠を放棄した。アップルホワイトとネトルズは暗殺されることを恐れており信者たちについては彼らの死はヨハネの目視録の二人の承認のものと同等のものであると考えていた。バルチとテイラーは アップル・ホワイトの監獄体験と初期に聴衆から拒絶されたことがこの恐怖に拍車をかけたと信じている。アップル・ホワイトとネトルズは後に信者たちに報道における先人たちの扱いは暗殺の一形態であり彼らの予言を果たしたものであったと説明した。アップル・ホワイトは聖書の唯物論的見解をとっており地球外生命体が人類とコンタクトをとった記録で あるとみなしていた。彼は、ヨハネの目視録から、かなりの描写を行っていたにもかかわらず、伝統的な神学用語を避け、キリスト教に対しては、幾分ネガティブな扱いを行っていた。彼は、少数の不死を教えるのみで、神知学の体系を発展させることに挑戦することは一度としてなかった。1976年初頭までに、アップルホワイトとネトルズは、彼らの名前を、 同と、タイとしている。アップルホワイトによれば、この名前は意味を持たない名前であるという。1976年6月、彼らは UFO の飛来の期待があるとして、ワイオミング州南東部にあるメディシン、ボールート国有林に当時の信者たちと集った。ネトルズは後に UFO の飛来はキャンセルされたと周知している。アップルホワイトとネトルズは彼らの信者たちを スタークラスターズと呼ばれた小さなグループへと振り分けた。1976年から1979年の間、この教団はキャンプ場に滞在しており、通常はテキサス州かロッキー山脈にいた。アップルホワイトとネトルズは信者間のメンバーシップ向上のために、信者たちのこれまでの緩やかに組織化された生活に大きな要求を課し始めた。彼らは通常、 モンテ帝たちとは筆談家アシスタントを通じてコミュニケーションをとっていた。より一層、彼らは彼らが唯一の真実の源であると強調した。この時、団体の分裂を防ぐため、信者たちが個別に掲示を受けることができるという考えは否定された。また、信者たちが犯行に至る恐れがあったことから、信者同士が親しくなることを防ごうとした。さらに、 二人のしばしば変化する要求に対して厳格に従うことは柔軟性と呼ばれ、教団内では柔軟性を持つことが求められた。加えて二人の指導者たちは表向きは敵対組織からスパイを送り込まれることを防ぐため、信者及び入信希望者に対し、教団外部への連絡を制限していた。実際問題としてこの環境が 信者たちを完全に指導者たちに依存するようにしたのである。アップルホワイトは門弟たちに対して子供カペットのように指導者の命令に服従するように指導を行っている。彼らの唯一の義務は指導者に服従することだったのである。信者たちは定期的にアップルホワイトの説教を求めるようにしばしば決断をしなければならない時には、 彼らの指導者が望むものは何かを彼ら自身に問うように奨励された。アップルホワイトは信者たちにて存在に振る舞うことはなく、多くの信者にはのんびりとした自負のような人として映っていた。2000年の彼らの研究グループにおいて、ウィンストン・デイビスは、アップルホワイトが宗教的なエンターテインメントのファインアートをマスターしており、彼らの門弟たちは、 そのサービスを楽しんでいたに過ぎないのだろうと述べている。アップルホワイトは表面上は任意のものとして信者たちに戒律の感覚を植え付けるための儀式を取り行っていた。彼はこれらの儀式をゲームスとして呼んでいた。また彼はサイエンスフィクションテレビ番組を信者たちと共に見ていた。直接命令を下すよりも彼は自身の好みを表現したり、 表面上は門弟たちに選択肢を与えるようにしていた。彼は生徒たちは選択さえすれば反抗することも自由であると強調していた。これについてラリックは選択の幻想をと呼んだ。1970年代以末にこの教団はメンバーの遺産相続か信者たちの収入の寄付によるものと推測される多額の金銭を得た。この収入は 住宅を借りるために使われ、最初はコロラド州デンバーに、後にテキサス州ダラスで借りている。アップルホワイトとネトルズは、この時、約40名の信者を抱えており、二つか三つの住宅に分かれて居住していた。ただし、指導者である二人は彼ら自身の家を持っていた。教団は家の窓を覆い、自分たちの生活様式について外部に対して秘密にしていた。 アップルホワイトとネトルズは信者たちがネクストレベルになるための準備として軍隊式訓練のようなスタイルへと信者たちの生活様式を変えた。彼らはこの家をクラフトと呼び信者たちの生活について厳しく時間管理を行った。この生活様式を受け入れなかった門弟は教団を離脱するように圧力がかけられた。また、 脱退した信者には金銭的援助があった。リフトンはアップルホワイトは信者たちに量より質を求めている一方で彼は時折多くの回収者を得るように話していたと述べている。時折アップルホワイトとネトルズは教団を突然大胆に変えることがあった。テキサス州でのある例ではやがてやってくる地球外からの来訪者について話し、 夜通し外で待つように指導したこともあった。この時彼らはこれが単なるテストであると知らせている。ラリックは彼らの生徒の気泳を強める方法であるとみなしており、彼らの現地は彼らが見たものとは関係なくなっていることを保証しているとした。信者たちはアップルホワイトの銭を絶望するようになり、彼はそれを利用して彼らを操った。 1980年、アップルホワイトとネトルズは約80人の信者を獲得した。信者たちの多くはコンピューター関係の仕事に就いていたり、カーエンジニアとして働いていた者たちだった。1982年、アップルホワイトとネトルズはモンテーたちに家族と連絡を取ることを許可した。1983年になると、彼らはモンテーたちのコントロールは、 より緩やかなものとなり、母の日には信者たちは親族との面会に向かうことも許された。彼らは短期間の滞在しか許可されておらず、総員でコンピューターについて学んでいるように家族に話すように指導されていた。これらの休暇はアップルホワイトらの門弟たちが自発的に教団に留まったことを示し、親族らをなだめることを目的としていた。ネトルズは がんの診断を受けた数年後の1983年に固めの摘出手術を受け、さらにその2年後の1985年に死去した。アップルホワイトは彼女の死について、彼女のうちには地球に止まるには多すぎるエネルギーがあったため、彼女は肉体を捨ててネクストレベルに向けて旅立ったと信者たちに説明した。この説明は、 教団の協議に沿った内容であり多くの信者が教団に留まったものの一人の信者が脱会した。深い抑うつ状態となったアップルホワイトはネトルズは未だに彼とコミュニケーションをとっていると主張したが信仰の危機に瀕していた。彼の信徒たちはこの時彼を支え彼を大いに元気づけている。それから彼は信者たちと象徴的に結婚する儀式を 取り行うようになった。ラリックはこれを教団の団結を確実にする試みであったとみなしている。アップルホワイトは信者たちに自分が学ぶべきものがさらにあったため彼はネトルズの傍らを離れたと語った。彼は彼女が彼が言ったよりもより高い精神的任務に従事していると感じていた。彼は彼女のことを父であるとみなすようになり、 しばしば彼女のことを男性代名詞で呼ぶことがあった。アップルホワイトは強固なヒエラルキーに重きを置き始め、彼がネクストレベルの指導が必要だったので、彼の信徒たちには彼の導きが必要であると教え始めた。ゼラーはこれが自然とアップルホワイトが死んでしまったならば、教団が存続する可能性がないことを確実にしてしまったと書いている。アップルホワイトとの関係は、 救済への唯一の道であると呼ばれていた。彼は自身のことをキリストであるとみなすこと奨励した。ゼラーはこの教団は以前は個々人の選択に重きを置いていたが、それに代わってアップルホワイトの調停者としての役割が強調されるように変わったと述べている。アップルホワイトは科学的教育の側面をいくつか維持していたが、1980年代には、 この教団は信仰と権力への服従に力を入れるようになり、より宗教的な集団となった。ネトルズの死後、アップルホワイトはまた、焦点についての彼の考え方を作り変えた。以前、彼は、教団は、物理的に地球から天へと昇る、死は、生まれ変わりの源となると主張していた。だが、ネトルズが何の変化もなしに肉体を残して、行ってしまったことを受け、彼は、 焦点は精神的なものであると強く主張するようになった。彼の思想においては、彼女の魂は宇宙船へと旅行し、新たな肉体を得たと結論付け、彼の信者たちや彼もいずれは同様になるとした。彼の思想では、聖書の天国は、はるかに進化した生物が居住する実際の天体であり、物理的肉体をそこまで昇天させる必要があるというものであった。 アップル・ホワイトは、ひとたび彼らが、ネクストレベルへと至れば、彼らは、他の天体で進化を促進されるだろうと信じていた。彼は、イエス・キリストは、地球外生命体であると信じており、地球へ来て、殺され、宇宙船へと移送される前に、死から復活したと強調していた。アップル・ホワイトの協議によれば、イエス・キリストは天国への入り口だったが、彼が最初に地球に来たときに、 人類は昇天する準備ができていないことを知った。そしてアップルホワイトは2000年期ごとに人類がネクストレベルに達する機会が存在し、したがって1990年代初頭がイエスの時代から帰算して天国に達するための最初の機会となると定めた。ゼラーは彼の教義はキリスト教の聖書を下敷きとしていたが、 宇宙人が人類と接触したという彼の信念を通して再解釈していたと書いている。アップル・ホワイトは自分のことをウォークイコールインと呼ばれるものであると考えていた。ウォークインは人類を教育するために大人たちの体を操作するより行為の生命体についての思想であり、この思想は1970年代後半に起きたニューエイジ運動の中で有名となった。 この考え方はアップルホワイトの復活に関する思想を特徴づけるものになった。教団信者の魂は宇宙船へと移され、そこで彼らは,は新たな肉体を手に入れるとアップルホワイトは信じていたのである。アップルホワイトは蝶の火を使わなくなり、肉体が単なる入れ物であり、魂の乗り降りが可能な車両であると述べるようになった。この二元性はおそらく アップル・ホワイトが若い時期に学んだキリスト教論の産物であるとされる。ルイスはこの教団の教えは基本的にニューエイジの基盤と融合させられたキリスト教の要素を持っていたと書いている。ニューズウィークが行った教団の分析ではケネス・ウッド・ボードがアップル・ホワイトの二元性と太古の苦悩質主義との比較を行っている一方でピーターズは彼の進学は物理的な世界を 特別死していることから、グノーシス主義とは異なっていると記載している。ネトルズの死の後、アップルホワイトは変質病を発症し、教団に対する陰謀を恐れるようになった。1980年代半ばに加入した、ある信者は、新たな回収者が潜入者であることを恐れ、アップルホワイトは新たな回収者を拒否していたと回想している。 彼は政府が教団本部を襲撃することを恐れ、ローマ帝国に対して完全な抵抗を示した古代イスラエルマサダのユダヤ人抵抗者について大いに語っている。次第に彼は週末について語るようになり、再利用、または再起動され大きくなりすぎた庭や実験に失敗した人類と地球とを比較した。この庭は比喩であり、 彼は地球は下に踏みすきで掘られるだろうと述べた。ウッドウォードはアップルホワイトの地球の再利用に関する教えは仏教に見られる時間の循環的視点との類似性していると書いている。アップルホワイトは同様にニューエイジの考え方を使ったが地球においてすぐに変化が起こるというユートピア主義よりも終末論について予言する点においてニューエイジ運動とは異なっていた。 彼は大多数の人類はルシファーによって洗脳されており、彼の信者はこの洗脳から脱することが可能であると強く主張した。彼は特に性的衝動がルシファーによるものであると述べている。さらに彼がルシフェリアンと呼ぶ邪悪な地球外生命が彼の任務を妨害しようとしていると述べた。彼は 多くの有能な道徳教師とポリティカルコレクトネスの代弁者はまさにルシフェリアンであると論じた。このテーマは1988年に出てきたものであり、おそらくこの時急増した不気味な宇宙人によるアブダクションの話に対する反応であった。1980年代後半において、教団の存在はあまり目立ったものではなく、教団の存続を知っている人間もわずかだった。 1988年、教団は様々なニューエイジの団体に彼らの信仰の詳細を記載した書類を送付した。この郵便には彼らの歴史に関する情報や人々に対して読むべき本をアドバイスするような内容が含まれていた。この時挙げられたのはキリスト教の歴史に関する本や u 法に関する本であった。1988年の書類は例外であり、 アップルホワイトの教団は1992年まで目立たなかった。この時彼らは衛星放送を通じて放送された12編のビデオシリーズを録画していた。このシリーズは1988年の競技の改定に多くの影響を与えた一方で聞き手が参加できる普遍的な心を導入した。教団の存続の過程において数百人の人々が 入信や脱退をしている1990年代初頭から教団の信者数は徐々に減少し26人程度にまでなっていた。この信者の脱退はアップルホワイトに脅迫関連を植え付けた。1993年5月、教団は自身の名前をトータルオーバーカマーズアノニマスとした。教団は3万ドルをかけて、 USA Today に1ページ全体を使った広告を掲載した。この広告では地球に降りかかる悲劇的な審判について警告しており、この広告を通じて元信者約20人が教団に再入信している。この広告に加え、1994年には一連の節油が公開され、信者数は最低だった90年代前半の約2倍の数に増えた。 この時点におけるアップルホワイトは弟子たちの生活を彼ほど厳格なものにさせず彼らと共に過ごす時間も減らしていた。また、1990年代初頭、アップルホワイトはインターネットに自身の教えについて投稿したところ批判的な回答が寄せられ彼の心は傷つけられた。この年、彼はネクストレベルに達するための手法としての自殺に初めて言及した。 彼は、昇天する前に、人体を含む、人のすべては、見捨てられなければならないと説明した。またこの頃、教団は名前をヘブンズ・ゲートに変更している。デイビスは、この拒絶が彼を、地球から離脱するように試みる様、後押しをしたと推測している。1995年6月から10月の間、教団は、ニューメキシコ州の片田舎に滞在した。彼らは、 40英ー,ーの土地を購入し、タイヤや材木を使って、塀に囲まれた住居を建設した。この建物を彼らは、アースシップと呼んでいた。アップルホワイトは、修道院の設立を望んでいたが、高齢のため断念した。体調を崩した、彼は、時にはガニへの恐怖も見せていた。リフトンは、アップルホワイトの教団における活発な指導力は、おそらく彼の最後の年には、 激しい疲労へとつながったと記している。この年の冬は非常に寒く彼らはこの計画を放棄した。その後彼らはサンディエゴ地区の複数の家に分かれて居住することになった。教団はますます性的衝動の抑圧に力を入れるようになった。アップルホワイトと7人の信者は虚勢手術を行うことを決断した。彼らは当初 手術を受けてくれる外界を探すことに苦労したが、ついにメキシコで手術を行ってくれる外界を発見した。アップルホワイトの思想では、性別とは人類を彼らの肉体に結びつける最も強い力の一つであり、そのため、ネクストレベルへと進化するための彼らの努力を妨害しているというものであった。そのため、彼はネクストレベルにある生命体は生殖器を持たず、 一方でルシフェリアンの生物には性別があると考えていた。彼はまた新約聖書の一節について天国に結婚はないと示していると指摘している。加えて彼は信者たちに同じような服、髪型を受け入れるように要求し、おそらくは彼らが性別を持たないファミリーとなることを推進した。1997年4月にカリフォルニア州、 デスバレーで撮影されたヘールボップ彗星1996年10月、教団はカリフォルニア州ランチョサンタフェでマンションを借りた。この年、彼らは2本のビデオメッセージの撮影を行った。このビデオでは彼らは地震らの思想、地球から退去する最後のチャンスを提供した。これと時を同じくして彼らはヘールボップ彗星の到来についても学んでいる。 アップルホワイトは、この時、ネトルズがこの彗星の後追って、宇宙船でやってくると、彼女は彼らと待ち合わせを計画していると、確信した。彼は信者たちに、この船が彼らを最高点を目的地に、連れて行くだろうと述べ、政府の陰謀によってこの船の言葉が隠されそうになっていると述べた。加えて、彼は、彼の個人となった信者たちも、この船へと移送されると述べ、 その上、キリスト教の観覧前、警挙説における、警挙の教義が再現されるという信心も語った。彼が、どのように水星について学んだのかや、なぜ彼は、水星が地球外生命体と共にやってくると、信じるようになったのか、彼が個人となったネットルズが水星と共にやってくると、信じたのかは、知られていない。1997年3月下旬、教団は、 社会から分離し、別れの言葉を記録した。多くの信者が最後のメッセージの中でアップルホワイトを称賛した。デイビスは彼らの意見は、同の福音のオむがえしであると述べている。アップルホワイトは死ぬ前に短いビデオを撮影しており、その中で彼は、この自殺が、教団の最後の脱出と主張し、我々は、正直言ってこの世界を像をしているとも述べている。 ルイスは彼が生きている間に教団は昇天するだろうと彼が語っていたためアップルホワイトが自殺することを決めたのでありそのため後継者を指名することは不可能だったのだろうと推測している宗教学者のキャスリー・モエ・シンガーは自殺は3月22日から始まったと仮定しているほとんどの信者がバルビツレートと酒を飲み彼らの頭には袋が被せられた彼らは ナイキの靴を履き、ヘブンズゲート上陸部隊と記載された教団のパッチを付けた黒いユニフォームを着用していた。袋の中には少しのドルが入れられており、身分証明書については、ほとんどが体の横に置かれていた。この自殺は3日間にわたって行われた。アップルホワイトは最後に死んだ4人のうちの1人であった。3人の補助者がアップルホワイトの自殺を助け、 その後で彼らも自殺を実行したのである。匿名の通報を受けた保安官がこのマンションを捜索し、3月26日に自殺した39名の遺体を発見した。これはアメリカ合衆国市民が含まれる集団自殺のうち、1978年に南米外アナのジョーンズタウンで920人のアメリカ人が集団自殺して以降では最大のものであった。 マンションの主寝室のベッドの上にて、アップルホワイトの遺体が発見された。観察医は、彼が恐れた癌は発見されなかったものの、心臓アテローム性動脈硬化症が彼を苦しめていたと結論付けた。この自殺は、報道合戦を引き起こし、4月7日付のタイムと、ニューズウィークの表紙にアップルホワイトの顔が掲載された、ほか、彼の最後のメッセージは、広く放送された。 オハイオ州立大学のヒュー・アーバンはビデオに登場する彼を苦しい目つきで幾分不安にさせるものであったと述べている。心理学者のマーガレット・シンガーを含む多くの著名なコメンテーターがアップル・ホワイトが信者たちを洗脳したと推測している一方で多くの学者は信者たちが影響を受けた過程の意味合いを表現していない過度の単純化であるとして 洗脳という文言を否定している。ラリックはアップルホワイトに大きく依存していた信者たちは彼のいない人生にほとんど適応できないため望んでアップルホワイトを追って自殺することを選んだと推測している。デイビスはアップルホワイトが彼の信者たちに自殺することを納得させたのは二つの要因に帰するとした。それによれば 彼は信者たちを社会的に断絶した状態にし、彼らに完全な宗教的服従の態度を取るように収めさせたことである。アップルホワイトの教徒たちは彼に長期的に傾倒するようになった。バルチとテイラーはこのことが彼の出来事の解釈が彼らにとって一貫しているように見える理由だと推論している。 自殺に至った信者たちの多くが約20年間もの間信徒であった一方で近年に回収したものは少数しかいなかった。ルイスはアップルホワイトは親しみやすい言葉で彼の教えをまとめることで信者たちを効率的に操っていたと主張している。カリフォルニア大学サンタバーバラ校のリチャード・ヘクトはこの意見を再掲し、信者たちはアップルホワイトが彼らを心理的に 操っていたというよりも、彼の作り上げた物語を信じていたから、自殺に至ったと主張した。2000年の終末運動に関する研究において、ジョン・アール・ホールは、彼らが死への恐怖を克服することを実証する、方法として、自殺をみなしていたことと、アップル・ホワイトを心から信頼していたことが、信者たちを自殺へと突き動かしたのではないかと、仮定している。アーバンは、 アップルホワイトの人生は20世紀後半の資本主義社会において失われた多くの個人が共有する強烈な両ア体制性と疎外感を示していると書いている。彼はアップルホワイトの現代文化に対する非難は同時代のジャンボードリアールの思想、特に虚無主義思想の面で似通っていると指摘している。アーバンはアップルホワイトが 彼を取り巻く社会から逃れるためには自殺する以外の方法がないと判断したと仮定し、死が彼をその誘惑と消費の永遠に続く間から離脱する方法を提供したのだと述べた。自殺の内容が公になっていない間、いくつかのメディアがアップルホワイトのセクシャリティに注目した。ニューヨークポストは彼にゲイのグルとあだ名をつけた。ゲイの人権活動家であるトロイ・ペリーは、 同性愛関係によるアップルホワイトの抑圧、そして社会的非難が究極的に彼を自殺に導いたと主張した。この考えは学術界の間で指示を受けることはなかった。ゼラーはアップルホワイトのセクシャリティは彼の禁欲主義に走らせた最たる力ではないと主張しており、彼がセクシャリティに役割を与えていたとしても禁欲主義は 様々な事象の結果であると信じている。ラリックはアップルホワイトがカリスマ的リーダーの従来からの味方に沿っており、エヴァントーマスは彼を人を操る名人であると考えている。リフトンはアップルホワイトとオウム真理教の創始者である朝原昌光とを比較し、アップルホワイトを陽動な操作、彼のパラノイアと古代妄想はより穏やかに存在し続けていると述べている。 ランカスター大学のクリストファー・パートリッチは、アップル・ホワイトとネトルズは、17世紀のイングランドで、起こった千年王国運動において、マグルトニズムを創始したジョンリーブとルドイック・マグルトン、と、類似していると述べている。書籍論文誌雑誌新聞、ありがとうございます。